はい、どうもこんにちは、シリカブです。ARBS やっていきたいと思います。巨大化対巨大ザメ対決させてみたいと思います。ではもう早速いきますよ。バトルスタート。おっと、これは。なんか、予想以上に巨大化が怖い。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。なんか気持ち悪い。うわ、すごい、強い。巨大化強い。なんか巨大化、やられちゃうんじゃないかと思って、増やしたんだけど、めっちゃ強かった。ではね、数を合わせて、3対3でやってみようか。では、バトルスタート。なんかね、ちょっと気持ち悪いんだよな。で、このメガロドン、なんか、牙みたいなのが出てくるな。おー、なんか、イカが、こうまとわりついて、なんていうのかな、がんじがらみにしてるような感じ。なんかもう、でもやられたか。巨大化やられたか。やっぱ数合わせるとメガロドン強いな。やっぱメガロドンの方が圧倒的に強いな、数合わせると。ホウジロザメを2体追加しました。おっと、ガブッとかぶりついた。メガロドンがホウジロザメに噛みついた。で、一貫も噛まれてるかな。うわぁ。こっち一貫2体でしがみついてる。しがみついてるけど、これはメガロドンが有利か。優勢か。くる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 。くる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 水中で。くる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 なってるな。だけどこれ巨大化頑張ってますね。巨大化頑張ってるけどもう HP が残り少ない。あ、でももう一体のイカが助けに来た。助けに来たけどダメか。メガロドンあともう少しだ。 HP が、いやでもなかなかいい勝負かな。ホウジロザメ2体追加したらなかなかいい勝負になったな。はい、ではですね、次はメガロドン、5匹、1,2,3,4,5,5匹に、もう人間はね、数えてないんですけども、適当にいっぱい置きました。まあ、これだけ人間いれば、生き残れるんじゃないかな。試しに、やってみましょう。では、バトルスタート。おっと、いきなり、かぶりついていった。ガブガブいってるけど、こちらは4匹。4匹でガブガブやってる。吹っ飛ばしてるような感じかな。はどんどん吹っ飛ばされてる。こう飲み込むかなと思ったけど、なんか吹っ飛ばしてる感じかな。どんどん吹っ飛ばされてる。うわ、みんなやられちゃったかな。あ、でも結構、まだ結構生き延びてる。結構生き延びてる。傘さしてるおじさんたちに向かっていってる。逃げてるけど、もう逃げられない。うわ、なんか口から出した。なんか口から出してる。うおお、これ下？何これ、怖い。4匹くっついて。うわー、これ強いなー。はい、ということで次はこちらはね、ドラゴンとヒドラをね呼びました。水中の中でドラゴンとかヒドラはどうやって戦うのかちょっと気になったんで、試しにね、こちら側のチームに入れました。で、相手がメガロドンと巨大化でおるか。さあ、どうなるでしょう。バトルスタート。お、水中の中でも自由に飛べる。そして炎を出す。これはドラゴンチーム強いんじゃないか。で、火がもうバンバン当たってます。あ、でもメガロドンも思いっきり噛みついてる、ヒドラを。メガロドンも強いよ、やっぱり。あとヒドラ頑張れ。ドラゴン、こっちドラゴンも元気。で、メガロドンの尻尾に噛みついた。そして炎を浴びせる。これは強かった。ドラゴンとヒドラは水中でも強かった。ということで、少しね、増やしました、相手の方。バトルスタート。あ、また炎バンバンね、吐いておりますけど、ドラゴンが。あら、これは、
どうでしょう、ドラゴンが噛まれてる。たまらず上に逃げました。で、下の方ではもうもうすごいごちゃごちゃなってる。メガロドン、ドラゴン、こっち合流した、合流した。あ、負けた。いや、もうあれかな、やっぱり圧倒的に相手の方が強いな。やっぱ増やしたら一気に強くなった。モササウルスが強かったのかな。ごちゃごちゃしたんで相手をね少し減らしました。モササウルスが強いのかな。では始めてみましょう。なんか口からメガロドンがなんか出してるもんな。で、ドラゴンと一騎打ち。あ、ここでまたもう一体ドラゴンが来た。こっちはドラゴンとメガロドンが一騎打ち。で、下ではみんなでごちゃごちゃやってる。こっちではイカメガロドン、モササウルス、ヒドラ、もう噛みつき合戦。こちらは1対1。あー、メガロドン負けたか。やっぱドラゴン強いな。モササウルスが強いんじゃないか。うわー、やられたか。これでやってみましょう。バトルスタート。モササウルスがなんか強いような気がするな。ヒドラとモササウルス一騎打ち。あ、モササウルスを捕まえて落とすのか。わあ、強いドラゴン、めちゃんこ強いなドラゴン。こっち、あ、ヒドラでも頑張ってるね。勝った。ヒドラが全部、全域の、あ、ドラゴンとヒドラか。はい、ということで、次は、ピラニア1杯と、恐竜5匹。ピラニアもね、数が集まればすごく怖いんで、なんか、動物とかがね、落ちたら、もう一瞬で骨になるとか、なんか聞いたことあるんで、ピラニアもね、数がいれば強いんじゃないでしょうか。でも、こちらはね、恐竜でももう、めっちゃ強い T-Rex なんで、まあ、どういった、戦いになるのか楽しみであります。ではバトルスタート。恐竜がお二手に分かれて、うわ、食らいついていった。恐竜も T-Rex もたまったもんじゃないぞ。うわ、一瞬でやられた。ピラニアが予想以上に数いれば強いということが分かったんで、なんか楽しみになってきました。ではバトルスタート。お、でもドラゴンの炎でピラニアをやっつけたな、最初。だけどピラニアまだいっぱいいる。うーわ、強えな。ピラニアめっちゃ強えな。うーわ。うわ、これはちょっと震えが来るな。ピラニアは脅威だな。これならどうでしょう。ドラゴンを増やしましたよ。では、はい、スタート。ドラゴンがね、火を吐くんで、それでピラニアをやっつけれるんじゃないかとは思うんだけど、ピラニアがね、なんか頭いいっていうか、二手に分かれて、こう、バラバラにならないんだよな。ちゃんとこう固まって集中攻撃するみたいな感じなんで、非常に強いけど、お、さすがにドラゴンの炎で焼き払ったか。おお、でもやっぱドラゴンの炎も負けてないな。で、ピラニアがまた二手に分かれて、まず最初にドラゴンに集中攻撃。ドラゴンに集中攻撃。あ、でもドラゴンもまだ元気だ。おっと、まとまって噛みつきに行った。これはドラゴンもたまらず逃げる。あ、でも逃げながら炎を吐いて、やっつけてる。で、下の方ではヒドラも来た。わ、これはまだどっちが勝つかわかんない。あ、ドラゴンやられたか。もうドラゴンは全部やられたな。あとはヒドラのみ。ピラニアがガブガブ噛みついてる。これは痛そうだ、ヒドラ。さあ、どっちが勝つかまだわかんない。ヒドラはまだ元気だ。あ、ピラニアだいぶ減ったな。これは、どうだ。おーっと、こちらはヒドラが。あと一体。ピラニアも残りわずか。あ、でもピラニアがちょっと優勢かな。ピラニアが優勢っぽいな。おっ
っとこれはピラニア強いな。ではラストはシリカブマジンとゾウヤンカバッチで行ってみたいと思います。ではスタート。ロケットランチャーがゾウヤンあるんで、これでピラニアをやっつけてほしいな。あっとシリカブマジン、シリカブマジン、あ、もう強い。ピラニア、あっという間に、え？あっという間に勝った。ちょっともう一回見てみるか。これは奇跡か。この三人が勝つなんて奇跡だぞ。ピラニアがゾウヤンに行ったけど、ロケットランチャーが強いのか。ロケットランチャーがめちゃくちゃ強いんだ。ピラニアに効くんだ。すげえな。ロケットランチャーやばいな。もう一回見ましょう。シリカブマジンは強いのか。ロケットランチャーだよね。強いのか。シリカブマジン何もしないな、僕に。シリカブマジンが来ても、何もしないというか。シリカブマジンもやりきるのか。ロケットランチャーが強いのか。あれだけね、強かった。ピラニアの配合もロケットランチャー一層強いのか。もう一回見ましょう。あれ、カバッチも、カバッチミサイル、ヒーキーにもいいな。ロケットランチャーと、あと槍が効いてるのかな。あ、槍が効いてる。あ、槍が効いてるな。初めて槍が活躍したんじゃないかな。いつも全く出てない。シリカブマジンが槍が効いてるよ。なんか効いてるか。この槍がなんか射程距離が短くてこう自分の周りに攻撃するから、この火でなぎ払ってる感じかな。あとはまあゾウヤンのロケットランチャーかな。初めてシリカブマジンが活躍したよ。やっぱり槍か。槍も効いてるね。これ、自分の周りをこう、なぎ払うから、ピラニアと相性がいいのかな。すごい、一瞬でピラニアをやっつけるな。いやー、なんか、予想外の展開。はい。最後ね、予想外にシリカブマジンの槍が役立って、ピラニアの大群をね、一瞬でなぎ払って、やっつけてしまいました。いや、楽しかった。はい。ということで、また次回もね、やってみたいと思いますんで、その時はご視聴のほどよろしくお願いします。今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。